こんにちは。さあ頑張ってレートを上げなきゃね。いきなり7000台の人とマッチングしてるわけだが、最近結構当たるようになってきたわね。ここで勝てばレートがかなり上がる。いくぜ。お前に出た。よし、アイテムなんて取ってる暇はないから一気に攻めよう。あぶねえ、紙一重で避けた。ま、避けたっていうか、ラッキーで当たらなかったというか、とりあえず死ななかったからオッケーなの。さあ中間でデカ状態になれたし、これは大事にいきたい。お、スムーズにいってるな。これはワンチャンあるかも。シャーホルダー。ナイス。スタートダッシュが効いたわね。あ、ルイージの人待ってくれてたのに、ごめん、そのままゴールしちゃった。たく、しゃーなしね。さあ、レイム、出勤の時間だぜ。ポコニャンは安心して任せてくれればいいからね。あ、はいはい、今日もお勤めご苦労様です。行くぜ。さあ、始まりさ。おっと、今度は自分で行っていくスタイル。さあ、どうやらここは折り捨てのようです。まずはクイックターンが重要になってきますね。隣のキノピオ選手とはほぼ同時ですね。おそらくマリオ選手もそうでしょう。ルイージ選手だけどうしたのでしょうか。シーソーでうまく降りられなかったみたいですね。さあ、そして今度は雲エリア。うまいこと一マスの隙間をくぐり抜けなければなりません。間違ってジャンプをしたら大幅に遅れてしまいます。さすがにこのランク帯なら誰もやらないとは思いますがね。ポコニャン選手でしたらワンチャンあるかと。確かにやりかねませんね。いや、それやれって言ってるようなもんじゃん。さあ、先頭はポコニャン選手です。クイックターンがうまいこと決まりましたね。そしてようやく雲エリアを突破です。このリードを大事にしたいですね。少しでも引っかかればすぐに抜かされてしまいますからね。さあ、竜巻が出てきました。この感じですと戦闘が有利みたいですね。発動前に抜けてしまえばいいですからね。さあ、再び雲エリアのようですが、ポンプブロックの方にヒットジャンプで跳ねてしまいますね。さあ、まだ戦闘をキープできています。ポコニャン選手、今度はコンベアエリアです。しかもこれは逆走か。ここもまたクイックターンをうまく決めたいところです。おっと、ポコニャン選手、それは膨らんでないか。キノピオ選手はうまく決めています。さあ、逆転を許してしまったわけですが、まだ誤差の範囲なので大丈夫でしょう。次のブランコクレーンで対処したいところです。さあ、ここでどう対処するのでしょうか。カットした入力が入っていません。これは大きな痛手です。キノピオ選手大きく差を広げてしまいました。さらにはマリオ選手にも抜かされ3位まで転落。ここから大逆転劇が見られるのでしょうか。どうやらここで裏エリアが終わりのようです。残念、ここでキノピオ選手がゴールです。むむむ、コンベアあたりから調子が悪くなってった。途中までは戦闘だったのにね。集中力が切れたのか、ちょっと焦っちゃったのかも。さあ、またバトル用コースだね。ちょ、キノピオ、こういうことされるとだるいな。ああ、もう本当にやめてくれ。何がしたいのかしらね。面白いとでも思ってるんだろうか。行くぜ。さあ、始まりさ。ただ、やっきのピオ選手が同じレーンに入ってきてしまった。これはもう距離を離すしかありません。うまいことかいくぐれるでしょうか。こうなったら逆に利用するのも一つの手でしょう。ですが、うまいこと噛み合いません。その間に他の選手が先行してしまいました。ここは何としてでもキノピオ選手に勝ちたいところです。このまま終わらせたらキノピオ選手の思うツボですからね。上位の追い上げを見せられるか、ポコニャン選手。キノピコ選手には追いつきましたが、あーっと、これは最悪だ。なんと、スリットに乗られてしまい、なすすべがありません。一応時間が経てば復活はしますが、これは大きな痛手となってしまいました。さあ、ようやく先へ進めますが、かなり絶望的な状況です。この状況を打開するにはボスがいることを願うかですね。もしくは超絶難しいギミックで足止めを食らうかでしょう。キノピコ選手は手こずってるみたいですね。さあ、なんとか2位まで浮上しました。ポコニャン選手、あとはキノピオ選手ですが、どこまで行ったのでしょう。アイコンが消えたら土管に入った証拠ですからね。大きさにも注目したいところ。キノピオ選手はいいねと余裕を見せています。これは彼の煽りプレイなのでしょうか。あーっと、いました。キノピオ選手、いやが、しかしマント終えているようです。ポコニャン選手はどうするのでしょうか。そんなのするを選択するに決まってるじゃないか。おーっと、ここで勝負に出たようです。ギミックはキノピオ選手に任せればいいですからね。あとはチビの方が有利な場所があるといいのですが、無敵時間でしか通れない場所があると罪ですが、それは考えないようにしましょう。さあ、キノピオ選手かなり苦戦してるみたいです。だーと、間に入れず。逆転しただけにかなり悔しいですね。しかし、まだ勝負の行方はわかりません。残すは表エリアのギミックですね。マントという圧倒的なアドバンテージですが、それに屈しては勝ち目はありません。さあ、これはまだ本当にワンチャンあるのでしょうか。残念、ここでキノピオ選手の勝利です。いやー、ですが、かなり惜しいところまで詰めました。視聴者の皆さん、頑張ったポコニャン選手に高評価ボタンを押してあげてください。最後の土管さえ入れたら勝てたのに。ま、終わってからタラレバを言ってもな。あのキノピオの行動にはちょっとムカついたけど。まあ、負けは認めるよ。その分ここはきっちりと勝たせてもらおう。その息なんだぜ。さあ、結構前に出れたわね。もうちょっと差を広げたらアイテムを取りたいところだな。でも取ってる間に抜かされるかもだからまだ我慢。これもスルーでいいかな。オッケーオッケー。でもゴールデン。なんだ、短いコースだったのね。アイテムスルーで正解だったよ。さあ、ゴールはキノピコまでか。マリオはかなり遠そうね。さあ、次のコース。今度はサンスキンだな。あの埋まってるキノコが気になるけど、取ってたらかなり出遅れちゃうね。よし、担ぎながら前に出るの成功だ。また悪いことして。いや、これはかなり有効なんだって。さあ、ルイージは落下ししちゃったみたいね。死に要素が多そうだから注意して進まないとな。余裕があったらアイテムを取りたいわね。はてな、ブロックが多すぎてどれがアイテムなのかわかんない。
また取らずにそのままゴールできちゃったり。で、ハンマーロスはやばいわ。ふぅ。やっぱりアイテムは必要だ。さあ、裏エリア。それがアイテムかしら。よし、ナイスだ、キノコ。みんなが来る前にどこまで行けるかね。意外と苦戦してるみたいだからこれはチャンスなんだぜ。うん、あとはボンミスで死ぬのだけは避けたい。ここまで来て落下死で負けるとかやめてくれよ。マジで気をつけるよ。さあ、ここかしら。さあ、ゴールだ。裏エリアには誰も来れなかったみたいだな。さあ、次のコース。あ、3回目のバトルコースね。今日はまだ1回も勝ってないからここで決めろよ。頑張る。今度はガイアップレイヤーはいないわよね。行くぜ。さあ、始まりさ。おっと、コナン選手壁キックスタートに成功したのにもかかわらず3位ということは、マリオ選手とルイージ選手も壁キックスタートをしたのでしょうか。おそらくそういうことになるでしょう。これはレベルの高い戦いになりそうです。ですが、ポコニャン選手がブランコクレーンと壁キックの加速で一歩前に出ましたね。本人もかなり気合が入ってるようです。このトゲでのミスだけは避けたいですね。だがしかし、ポコニャン選手は冷静です。集中してますね。おっと、もうゴールです。最後の壁キックスタートも成功しました。あーっと、なんということでしょう。全員締め切られてゴールできなくなってしまいました。これは他選手からのブーイングがあっても仕方ありません。まあ、かなり僅差だったので反応できなかったのはしょうがないですが。ごめんよ。締め切られるっていう頭はなかったんよ。まあ、お前のことだから分かってたら待ってただろうしな。今度同じコースに当たったら助けてあげるよ。あんたがちゃんと勝ったらの話だけど。さあ、また前に出れたな。また捕まる。よし、冷静な判断。あんたのせいでマリオが落下死しちゃったんだけど。それは想定外だったんだ。今の危なすぎだろ。死んでもおかしくなかったね。さあ、生き残ったからには大事に行かなきゃね。裏エリアはあるのかしら。そろそろアイテムが欲しいところだが。おっと、そのままゴールだった。今度はちゃんと待ってあげなさいよ。もちろんさ。こっちみんなし、マリサに言われたくないから。ゴールしちゃったけど。あれだけ勢いよく来られたらね。さあ、次のコース。お、ブーメランじゃねえか。珍しいわね。これはギミック系のコースかな。とりあえずまた前には出たいね。ブーメランでオンオフを切り替えて。って切らしてるし。これはやっちゃった。って、全員ガボンを倒さずに来ちゃったけど。よし、ここはあえてチビになって前に出よう。オッケー。今度は砲台ボックスね。だが速攻でプロペラボックスに切り替わるな。一応壁キックでもいけるけどね。さあ、ハリボテクリボーなら敵に攻撃されないね。そして次はハリボテキラーからの赤パウボックスか。目まぐるしいわね。すべてのボックスを使うコースなんだな。でもゴールデン。なかなか楽しいコースだったな。さあ、みんなやってきた。あー、ちょっとルイージ。あらー、押されちゃったわね。まあ、これはしゃあなしか。協力しましょう。いや、ごめんって。